オルツのチャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。今回はオービスのアロイフレーム、フォールディングコラプシブルフィッシングランディングネットですね。はい、アルミフレーム躯体のですね、折りたたみ式のですね、ランディングネットになります。はい、ではディテールを見ていきたいと思います。まずですね、このサイズ感がですね、まあ、比較的このタイプ、こういったタイプの折りたたみ式にしては小さめになってます。はい。で、オービスのですね、メイドインニュージーランドというデカールがこのハンドル箇所に貼られてますね。はい。で、この中央の部分ですね、ここで、ハンドルの部分とこのフレームの部分でですね、躯体が動きますね。折りたたみになります。左右にですね、このようなアルミフレームの躯体で、トップの部分がですね、ロープによって、繋がれているというような形の独特のデザインになってますね。はい。はい。網はですね、ナイロンのグリーンネットですね。ナイロン製になります。この部分ですね。この部分にノブがついてますので、ここをですね、親指でスライドさせることで、パタッとですね、このような形で、折りたたむんですね。で、まあ、ほぼですね、二分の一のサイズ感になるんですね。で、このネットを巻き込んで、保管をすると。まあ、この部分ですね、非常に、まあ、躯体としてはですね、しっかりとですね、ホールドできるように、しっかりとした金属で作られてます。ですね。まあ、こういったタイプはですね、しばしば、見られるランディングネットの折りたたみ式ホールディングタイプなんですけど、まあ、このようなサイズ感とかね、デザインがですね、こう、ハンドル周りとかですね、こう、四角い、断面になったりとかですね、グリップ周りとかですね、こうラバーが貼られてたりとかですね、凝ったデザインになってますね、当時としても。エンドは、キャップがついてて、バイスのクリップがついたりしてますね。使いやすいような仕掛けになってますね。はい。まあネットもですね、このナイロンネットすごくですね、しっかりとした強度のあるものになってます。まあ当時らしいグリーンのですね、カラーリングで、雰囲気があるネットになってますね。はい。このスライドのところもですね、金色のですね、塗装がされたりとか、デザイン的にもですね、結構凝ってまして、非常にオービスらしいですね、作りの良いネットに仕上がってるのかなと思いますね。はい。まあこういったですね、オービスはいろいろなですね、こういう周りの周辺、ロッドとかね、リール以外も素晴らしいものがよく作られてましたね。ネットの質感とかこのような拡大してますけど、非常に目の詰まったですね、強靭なネットで、非常にですね、使いやすいサイジングで、あらゆる魚種で使えるかなと思います。まあ、特に渓流とかですね、コンパクトに携帯できて、非常に、フィッシングのともにですね、ランディングネットとして、使いやすい、ネットになるのかなと思います。ぜひですね、ご検討いただきたいと思います。